なんと、はい、ニュースありました。残り2枚です。はい、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。シャッ、初めて見たアニソン声優オンリーの CD 福袋。珍しいね。なんとこれ30枚入ってて980円。安くね。安いよね。でこのトレーダーっていうお店で昔ねジャンクインの CD を買ったことがあるんだけど、うん、普通に10円とかで銀玉の CD 売ってたりするのよ。ワンチャン期待してる。声優さんでの狙いはやっぱりミューズ声優だね。そうね。入ってたら悲しいけど、悲しいものなんだけど、でも個人的に当たったら嬉しいなって。そう、楠田愛菜さんのシングルがねめちゃくちゃ気になってまして、え、私飯田里穂さんの CD が欲しい。ジャンクインだからワンチャン再生できるか分かんないみたいなものなんだけど、まあ、でもパッケージでも楽しめるんで、というわけで今回は開封していこうと思います。はい、見てみるね。はい。うわー、めっちゃ入ってる。え、マジか。どんな感じ、どんな感じ。いや、なんかいざ入ってるとちょっと悲しいなっていう入ってたんだ。じゃあ端っこから見てこっかな。はい。1個目。はい。じゃじゃん。ダカーポ。え？初めてのドラマ CD ボリューム1。紀元前ダカーポだって。いきなりラブライブじゃん。え、そうなん？ダカーポとラブライブはね、結構切っても切れない関係がありまして。ほう。ダカーポの制作人の方もラブライブに取られちゃったっていうような。へえ。皮肉を言うぐらいにはもう裏で多分関わりがあるんだと思う。ミモリン対ミツンが、うん、ミューズ始まる前から交流があったっていうのも、ダカーポのラジオ番組でもともと交流があって、あ、仲良くしてたみたいです。続きまして、はい、じゃじゃん、ダカーポ2。かわいいね。ね、かわいい。いや、いいじゃないですか。え、そんなことある？僕らに買ってもらうためやん。ね、続きまして、はい、なるほど。え、こんなのあるんだ。グランブルファンタジー空の道しるべ、グラブルのキャラソン第2弾だって。グラブル結構何でも出してるよね。ね、フッカルって感じ。今の業界フッカルが生き延びるからね。うんうんうん。続きまして、はい、あ、これもだねこれもだ。グランブルファンタジーアインコープアワー000。鈴村健一さんのキャラソンだ。今のところさ、ゲーム袋だよね。そうだねじゃあ続きまして、はい、うわ、やば、じゃん、スクールデイズラジオ。マジか。ボリューム2。ワンであれ。これなかなか面白いんじゃない。え、今逆に価値上がってそうだけどね。なんこれ、なんかモーニング娘。とかじゃないの。え、何それ。これ何、声優ユニット。あまりにもデザインが平成初期なんだけど、声優さんユニットの元祖とかなんかな。シスプリ。はぁ、またミューズの先祖じゃん。そうじゃん。いや、シスプリはね、ミューズがもともとジーズマガジンに連載されてて、そこ出身なんだっけ。先輩みたいな、お姉さんみたいな。そう、感じですね。これね、水木奈々さんいるらしいっすよ多分。あ、これじゃん。水木奈々さん。ほんとだ。やば、ほんとじゃん。今では一児の母だよじゃあ続きまして、はい、結構新しめの、じゃじゃん、こちらはね、知る人ぞ知る伝説のアニメ、中華一番っていうアニメがあるんですけど知らない知らん。それをなんか最近リメイクされて新中華一番になったんですよ。で、それのテーマ曲らしいです。料理を作ってそれに大きいリアクションを取るみたいな。続きまして、こちら「ハイト幻想のグリムガル」っていうアニメのキャラソン、はい、ひまわりの約束じゃなくて日だまりの約束ナロー系らしい。2016年だって。おお、割と古いんだ。だね、初めましてだったな。なあ、続きまして、はい、こちら寿美奈子さんのブラックホール。強そういや、 CD のデザインめっちゃ可愛いな。ね、おしゃれだし可愛いし、ね、綺麗だしね、美しい。お、え、麦ちゃん。あ、麦ちゃんの声優か。オリコン15位。すごい、面白いな。なんか新しい出会いあるもんだね。こんな綺麗だったんだ。だね。今放課後ティータイム HTT 略して人妻ティータイムって言われてんだよね続きまして、こちらミッドナイトパンプキンのベガかな。なんか調べたんだけどアニメじゃないらしいただこのミッドナイトパンプキンっていう名前、このバンド名の由来がちょっと素敵で、うん、シンデレラに登場するカボチャの馬車に由来してて、シンデレラのような夢の時間をプレゼントしたいっていう考えから作られたらしい。それは素敵。素敵だね、うん、はい、続きまして、はい、ババン、テレビアニメ低級のオープニングテーマ、三森さん出てたよね。出てましたね、うん、アーススタードリーム神曲メドレー、テレビアニメ低級9期エンディングテーマ。9期。続きまして、
ババン、デビルサバイバー2っていうゲームの曲これなんかイラストがデュラララの人の絵らしい。じゃじゃん、終わりのセラフ特典ディスク。あら珍しいんじゃない、ドラマ CD らしい。 Not for sale って書いてあるよ。声優さんやば、イリノミユ、小野賢章、中村雄一、早見沙織。もうそれだけで100円以上の価値ありそうなんだけど続きまして、ババン、エリサさんのリアリズムかな。いやーかっこいい。革命機バルブレイブのエンディングテーマらしい。なるほど。じゃあこちらこれもなんかレアそうだけど、ブレイブブレイドのアニメイト前売り券スペシャルインタビュー CD。 なんか特典券も入ってんだね。レアそうなのに。でも110円なんだ。うん。続きましてこちら、高橋直澄さんのタイムカプセルっていう曲の CD らしいんですけど、これもドラマでした続きましてこちら、フロウの風の歌。こちら Tales of Zestia the Cross 第1期オープニング主題歌らしいです。なるほどアニメ作品あるある、タイトルが長いそれ多分ゲームかもしれない。ゲームだね。だよねいろんなのが混じってるね。ね。じゃあ続きまして、はい、再びグラブルのキャラソン。こちら真帆さんが歌ってるそうですよ。すごいな。歌方無限誇張刃。なんか今いじられそう続きまして、これめちゃめちゃ有名な人入ってます。はい、竹達夫。すごいやめちゃめちゃ有名。フォロワーナンバーワンなんじゃなかったっけ、確か。だね。麦ちゃんもアズニアも入ってました。すごいぞこの福袋めっちゃ当たりじゃない。ね。でね、ポダちゃん、はい、ここからは全部私たちがよく知る作品、はい、割と知る作品でございます。ここから全部ですか。でまずこちら、じゃじゃん、スターライトクク組のスターパレードっていう CD。 私たちはまだ旅の途中。スターライトってパッケージとかおしゃれだし、めっちゃ意味自信なんだよね。そう、主要メンバーであろうセンターの3人が3人ともラブライブ声優っていう。ああ、なるほど続きまして、はい、ババン、あら、バンドリアフターグローのヘイデイカプリッチオ。やっぱバンドリさ、絵かわいいよね。え、かわいい私のバンドリの思い出といえば、リリース直後にやってリズムゲームが難しすぎてすぐ諦めたってこと続きまして、はい、じゃじゃん、バンドリロゼリアのオペラオブザワスダランド。いつまでも熱いままで。ロゼリアといえばなんかめっちゃ人気なイメージあるよね。なんかバンドリで一番人気だと思ってる。そう、テレビとかもよく出てるらしいね、うん、え、もうさ、アニソンと思えんくない？うん、おしゃれ。続きまして、はい、おお、じゃじゃん、近づいてきてる感あるよ無印アイマスの CD。 私が知ってるアイマスの曲といえばやっぱごまえーごまえーだねめっちゃ有名だじゃあもっと近づくよ、ババン、アイドルマスターシンデレラガールズの CD。 いやイラストかわいい。やっぱかわいいね。ニュージェネレーションズだ、読めた私さ、ラブライブ知りたての時、デレマスもめちゃめちゃ当時流行っててさ、うずきちゃん見た時にさ、めっちゃ小鳥じゃんって思った覚えがある多分おばあちゃんとかは見分けつかんないそうです、ラブライブです。これもしかして入ってる。入ってるよね。入ってない。マジか、それは思わぬ収穫では。あっ、高道か。僕らの走ってきた道はとネクストスパークリング。ネクスパの衣装めちゃめちゃ好きなんだよな。なあ、出ちゃったんだついに。でもここで出るってことはあと5枚あるけど、っていうことになっちゃうよね。ちょっと頭抱えちゃうなそれ。マジか、本当にそんなラブライブ入っとったんだバン、アクア、ファンタスティックデパーチャー。去年出たやつだよね、確か。だよね、うん、え、めちゃめちゃ良くないこの福袋。はい、続きまして、あと4枚。じゃじゃん、夢で夜空を照らしたい未熟ドリーマー。すごいぞ、ラブライバー買いに行った方がいいしかも僕らさ、アクアちゃんの CD 全然持ってないじゃん。そうなんだよね。なんか得しちゃってない福袋で。そうだね、確かに。さあ残り3枚ですよ、ポダちゃん。はいはいはい。なんと決めてよ、ハンディハンです。我のいっちゃん好きな曲やねんそれ。やばこれ、僕はね、赤で一番好きな曲なの。いや、わかるよ、可能性感じたもんね。そう、なんと、はい、ニュースありました。残り2枚です。好きの力で飛んで飛んで
ぱさこの人たち可愛いよね。ね、なんかさこれシールさニコちゃんの顔の上に貼ってあるの分かってない？これは思い出の曲です。ラブライブの CD で初めて買ったのがそうだよね、ハートトゥーハートでした。この時期にねうちらハマり始めたから、そう思い出深いよな。いやー夏いな。え、なんかもう一曲2つ来ちゃった。最後マジでやばいよ、心しといた方がいい。とともにちょっとうってなってほしい。え、なになに？最後です。はい、いやまさかね私これ入ってたかっていう気持ち、むしろ存在知らんかったみたいな。こちらダダン、ミルモレポンリルム&ユウキのデュエットシリーズ。キャラソンらしいわ。